どうもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。今回もやってまいりました、おじしんしの D2 メガテン。するとの件を見てたら暑い暑い。最近めっちゃ暑くなってきた中、皆様いかがお過ごしでしょうか？節電節電言ってるけど、節電したら死んじゃうから、ガンガンエアコンはつけていこうね。熱中症で死んだら元も子もないしな。ほんそれ、命あってのものだねだよ。命を大事に、話がそれたけど、今回は何するんだ？今回はですね、おじしんしはまだがまだまだ欲しいので、まだステップアップ召喚を回していきたいと思います。まだがまだまだ欲しい？まだまだ欲しいです。まだって今使ってるの？先行超速パーティーに挑む時にベルゼブブと組ませて戦ってます。なるほど、ああ。イカが欲しいなぁ。一体で2圧はすごいよな。威圧を入れなくていいからスキルはクワクし、ここでグダグダ言っても仕方ないので、早速まだ召喚会場へ行ってみよう。おはい。ってことで召喚書にやってまいりました。今回狙うのは特別まだステップアップ召喚。恒例の排出確率を見ていきましょうかね。星5の排出確率は 3%、まだの排出確率は 0.5%。星5フラグを引いてもさらにそこから6分の1の抽選を受けなきゃダメなのか。ですです。ステップ3の最後の召喚は星5が確定なので、その時のまだの排出確率は 3%、100% ボーナス確定フラグから 3% のフラグをさらに引かなきゃいけないのか。ボーナス確定って、パチスロじゃないんだから。この動画を見ている人の 80% はパチスロ経験者説、あると思います。ではでは早速、まだ、特別ステップアップ召喚、第1投目、行きたいと思います。お願いします。ポチッとな。ダメでした。つくよみの体には宇宙が広がる。おじしんしのジェムが宇宙に吸い込まれました。悲しい。まあまあ、第1投目だし、2投目で仕留めてみせましょう。お願いします。ほなポチッとな。はい、はい、まだが出る気配がないんだかががマリサくん、諦めたらそこで試合終了ですよ。はい、このステップ3にかけるしかないな。確定星5にかけましょう。おねしゃす、おねしゃす。釈光。ダメかもわからんな。レインボーター。まだ
羽が、叫びすぎて草。まだ確定性5が残ってる。わくてか。元を追うん？貫突してますな。元を並走実装してくれよ運営さん。我は死神元。何時が敵は我への供物となろうぞ。供物もいいけど棺から出てきてほしい。てかまだゲッツが嬉しい。まだ今一つだっけ？なんだ、もう一体召喚できれば二突できたけど、一体だけでも十分です。欲を出せば沼から抜け出せなくなるぜ。こっちはステップ6まで回さないとダメなのか。きっついな。ハーフアニバーサリー狙いで、ジェムの無駄遣いができないから我慢します。えらいえらい。ってことで今回手に入れた元とまだを見に行きましょうねー。貫突元の使い道急募。終末戦争一択でしょ。我が存在こそ冥界そのもの、聖あるものが最後にたどり着くが。元 VS バールを思い出したわ。冥界にバールを呼んでケチョンケチョンにしたやつな。ウガリット神話解説動画で説明したよね。プレスターンアイコンが増えるのは強いけどな。死神、元、ウガリット神話において死と不毛を司る神で、冥界の王ともされる。ウガリット神話の死神バールの宿敵である。自らを認めないバールに反発した元は、バールを陰謀に陥れて殺してしまうが、その妹アナトの報復によって撃たれたという、アナトの勝利により、バールは冥界から地上へと戻れたが、元自身も復活したとされている。復活して永遠とバールと戦い続ける元とバール。バロンとランダみたいなもんですな。アナトにコナミ人にされたから、元はアナトがトラウマだろうな。コナミ人にされても復活する元三角形っす。俺が本気を出し宇宙ごと神々も人のみにでもんよ。宇宙ごと神々を人のみというパワーワード。宇宙が飲み込まれたら神も存在できないんじゃ。そこは創造神がなんとかするでしょ。ブラフマーすげえ。てか二突したら結構強くなるのに、まだが足りなくてできない。残りは万能思念で解放するしかないな。邪神、まだ、インド神話に登場する巨大なアスラ。その名前は、酩酊者、を意味する、仙人チアブアナによって炎から作り出され、敵対者を人のみにする力を持つ。その恐ろしさの前にはインドラ神すらも屈したと伝えられている。インドラも屈したとか凄すぎうち、ただの酔っ払い悪魔かと思っていたら、しっかり強かったんだな。インドラジットとまだって関係あんのかな？調べてないからわかんない。ここら辺も調べて動画にしても面白そう、だな。ではここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が気に入った方は、チャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。コメントもどしどし待ってます。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。